カズハちゃんの話からすると、コウスケさんは遺産を持って船で逃げる気だ。ってことは、今いる場所は遺産のあった地下、ラン。俺が行くまで足止めしねえと、何か手はないのか。館の1階から水を引かせた時も、地下の水は残っていた。そっちは時差の仕組みじゃない。ってことは、こいつは、そうか、わかったぜ。このメーターは、あの船の水位を意味してるんだ。つまり、地下の水は、この時計塔の散水の仕掛けを使って汲み上げられてるんだ。さっきより勢いよく水位が下がってんのは、俺がリフトを動かすために水圧を変えたから。ってことは、こいつをさっきの逆に配置すれば、地下水の汲み上げは、うまくいったぜ。これで時間を稼げたはずだ。待ってろよ、ラン。橋の爆破、三つの殺人事件、仕組まれた遺産相続、すべての中心にあるのは、利根英次郎が香港で掘り起こした伝説の財宝、大英帝国の遺産だ。そして事件の黒幕、利根康介の狙いも、まさしくこの父親の遺産。今回の遺産相続の狙いは、共犯者2名への肩身分けなんかじゃない。事実はむしろ全くの逆だったんだ。すぐに追いつくはずや。まずいぞ、早く逃げねえと。この館は水に飲み込まれちまう。なんやて？水位が上昇しとる。俺らが時計塔の水圧を変えたせいなんか？いや違う、水位の変化はその前から起こってたからな。こいつはおそらくコウスケさんの。そうか、0時の仕掛けやな。ああ。せけど、どうやって脱出したらええねん。外のゴンドラじゃとても。そうか。そう、あれに乗るんだ。みんなを船に集めてくれ。クド、お前は？俺はランを助けに行く。くそ、しまった！
心配ない。眠っているだけだ。てめえ。彼女は保険だ。僕が遺産と共にこの島を脱出するまでのね。すべての時計の針が天に向けて揃えられたとき、大英帝国の遺産が再び海へ放たれる。すべてあんたの計画通りってわけだな。ん？今回の遺産相続、あんたの狙いは初めから財宝の分け前を取りに来る二人の共犯者の殺害だったってことさ。おお。そのために偽の和彦さんを作り上げ、ヤンさんとクライドさんを呼び寄せて、倉橋さんが二人を殺すように仕向けた。執事というのは果物ナイフと同じでね。フルーツも剥くが、使い方によっては人を殺すこともできる。もっとも、僕はキャストを揃えてちょこっと背中を押してやっただけ。倉橋はあのままで人生を閉じるようにずっと幸せだったと思う。だったらなぜ高弘さんまで和彦さんに。兄貴は計画の外にいた人間さ。まったく困った男だよ。勝手に探偵を呼ぶわ、途中から和彦を殺すと言い出すわ。おらえ性がないんだな。母親が甘やかしすぎたせいだろ。和彦さんのことは期待以上の名演だったかな。爪が甘かったな。どのみちお役ごめんさ。遺産を受け継ぐ人間は一人だけでいる。父がそうだったね。殺人犯は倉橋さんたちで、誘導した自分は無実だと。人の心の動きまでは裁判じゃ立証できん。真実が煙に負けんのかな。あいにくと僕小説家の息子でね。時間だ。船に乗り込むんや。まさかこんなことに。秘密を知った連中は残らず海の底に沈めちまおうってことだよ。ランは、おい、ランはどうだ。大丈夫や、あの姉ちゃんは絶対に助かる。そこと言ったって。今あいつが連れ戻しに行ってる。おっさんの役目は二人が無事に脱出できるよう船の準備をしとくことや。服部様、ああ、分かってる。時間がない、早く船に。平次、あとは俺は和彦さんを連れてくる。じきに館中がいっぱいの水で満たされるだろう。この館の最後のからくりは全ての水門を開放するものなんだよ。そうして僕だけがこの船で島から脱出するというわけさ。せっかよ。今からじゃ何をしても遅い。勝負あったな。どういうこと？なぜ船が出航しない？なぜ海に出るハッチが開かないんだ？貴様、まさか時計塔の水圧を。ああ、変えさせてもらったぜ。
どうやらそのせいで、あんたの完璧な計画にも狂いが生じたみてえだな。まずいぞ、このままでは。おお、なんだと。俺は江戸川コナン、探偵さ。むちゃくちゃだ。ガキが空を飛ぶなんて、俺の完璧な計画が。くそ！くらえ！無茶はお互い様だろ。俺も小説家の息子でね。蘭姉ちゃん、蘭姉ちゃん、蘭姉ちゃん。よかった、眠らされてるだけか。おい、どうした？ケビンさん。ま、あんまり考えすぎねえこった。罪は罪、罰は罰。でもって人は人さ。ねえ、あなたって本当にただのジャーナリスト？おっと、探偵ごっこはもうやめにしようや。第一、風水師には似合わねえぜ。もう、男って本当勝手だわ。ほんまやわ。なんや、心残りっちゅう顔やな。まあな。コウスケさんのことやろ。あら、しゃあないわ。お前もやることをやっただけやし。ギャンブルは引き際が肝心なのよ。欲張ると命までなくすことになる。ちょっと待って。え、どないした？ほら、あそこ。ん？和田さん、遺産は俺だけのものだ。コウスケさん、よくよく悪運の強いやつだぜ。兄貴にも和彦にも誰にも渡さないぞ。バカ。平次。平次。心配すんな、コウスケさんも無事やで。0時0分00は親の総取りのはずなんだが、残念だったな。いいえ、総取りよ。だって遺産は屋敷と一緒に沈んでしまったじゃない。結局利根英次郎の総取りだわ。確かにそういやそうだ。ラウ、ラウ、大丈夫か？新一。大丈夫？蘭姉ちゃん。コナン君。お、起きたんか。蘭ちゃん平気な？ほんまにごめんな。うん、もう平気。あたしらあっちにおるから、もうちょっと休んでからおいでな。うん。新一。
がとう。こうして島での事件は完全に幕を閉じた。この後事件は然るべき捜査を受け、真実が明らかにされるはずだ。海底深く沈んだ大英帝国の遺産を除いて。え、メイリンさん？うん、手紙が来たわよ。風水がちょっとした評判になってて、本気で転職進められてるんだって。当たんのかよ、インチキ風水なんじゃねえのか。そんなことないよ、本当に当たるんだから。あの時本当に聞こえたんだから、新一の声。あ、電話が遠くてよく聞こえねえぞ。ううん、なんでもない。とにかくいろんなことがあって、やっと元の生活に戻れたって感じ。へえ、おめえも大変だったんだな、いろいろと。ねえ、新一。ん？もしかして新一もあの島に来てたんじゃない？うん、なわけねえだろ、こっちの事件で手が離せねえんだから。そうだよね、そんなわけないよね。新一宛ての招待状が落ちてたから、もしかしたらなんて。ああ、大方依頼人が出し忘れたんだろ。やっぱりそうだよね。じゃあな、そろそろ切るぜ。あ、ねえ、いつこっちに戻ってくるの？ああ、まだしばらくは戻れねえと思うけど、おめえもあんまり無茶すんなよ。うん、分かってる。ありがとう、新一。じゃあな。